厚生証券株式会社は大阪市中央区北浜に本店を置く証券会社大阪証券取引所のナスダックジャパンやヘラクレス創設等に尽力した大商所代理事長辰巳五郎により設立厚生の名前は聖書マタイによる地の詩を世の光から取った保守的富裕層に営業基盤を置く1998年に 名古屋支店を本店に統合し、東京都及び大阪府の2店舗体制となる。自己売買業務を重視し、トレーディング損益が収益の体操を占める。また、ビズパートナーズやユナイテッドマネージャーズジャパンをはじめとしたヘッジファンド、オルタナティブ投資等も扱う。大阪取引所の上場デリバティブ全商品をインターネット及び対面の双方で取り扱う。 ウィズロックグローバルマクロインベストメントファンド外用株式会社ウィズパートナーズ週刊新潮第42号1997年 P124 付加水色の組み合わせか、ニュースコラムヤフーファイナンスありがとうございます